どうもー、ふうじたです。はい、ということでやってまいりました、相場芸人の私が、独断と偏見で選ばさせていただきます、今後価格が上がりそうなゲームランキングということで、今まで、メーカー別やらせてもらったんですけども、これは好評いただきまして、今回は、ゲームジャンル別ということで、まずは RPG、この中で今後上がってきそうな、ゲームを紹介したいと思います。まあ、ファミコンのね、ロープレといえば、まあ、ドラクエとのファイナルファンタジーが王道ですし、このね、綺麗なやつはね、上がりそうなっていうのはわかると思うんですよ。だけどね、舐めてもらっちゃ困るんですよ。私、今回ドラクエとファイナルファンタジー外します。ということでね、どんなゲームが出てくるのか。はい、それでは第3位。ドスンと。ドラえもんギガゾンビの逆襲。ドラえもんといえばね、やっぱりあの白いパッケージのアクションゲームのドラえもんが有名だと思うんですけども、このギガゾンビも後期に出てて、これはロープレなんですよね。で、白い方のドラえもんはドラえもん風の曲だったんですが、こちらはちゃんとドラえもんの曲が使われております。そして、伝説のバッドエンドがあるんですけども、主人公という人がいるわけですよ。で、ドラえもんが助けてよって言ってくるんですよね。助ける助けないみたいな、いいえ、はい、いいえみたいなのがあって、家選び続けるとゲームオーバーになるっていうね。これがね、やっぱりもう影に隠れてというか、後期なんで、この存在を知らない人も結構多いと思うんですよね。やっぱりドラえもんファンも集めるでしょうし、今後ね、全然来ると思うんですよね。ふじさん、藤子不二雄さんの作品の中では、はい、やっぱドラえもんが一番数というか、勝つというか。あの、ドラえもん、服部、おばきゅうとかって、うん、いっぱい出てるじゃないですか。いっぱい出てる。で出て、まあ、少しは下がっていくんですよね、うんうん、下がっていって、うん、こんだけ時間が空くと、うん、みんないっぱいの人がやったあのタイトルの綺麗なやつが欲しいって人が出てくるんですよ、うんうん、ファミコンの、まあ、王道の藤子不二雄作品のやつも、まあ、レアと言われる時代が来ると思いますね。当時プレイした人数が多いので、その人たちが、うん、もう一回やりたいっていうニーズが今、まあ、やるだけじゃなくてやっぱ飾りたいっていうのが結構多いのかな。例えば潰れてるの飾りたくないんですよ。確かにこれが多いんですよね、本当に。そうか。で、単にドラえもんファンも飾りたいから。そうか。当時やった人も飾りたいから。なるほど。そうするとますますコンディションが重要になってくる、重要になってくるってことか。これストーリーとしてはやっぱあれですか、その長編のアニメとかそういうのから来てる。あ、そうですね。ギガゾンビのなんとかってやつもギガゾンビなんですよ。はいはいはい。ドラえもんね、のび太の日本誕生。あ、そこでギガゾンビやってる。ギガゾンビみたいな人って感じ。今これ箱付きで涙としたら5000円ぐらいなんですけど、これでもドラえもん効果で。何万とかになるんじゃないですか。はい、それでは第2位、こちらとすんと、桃太郎伝説外伝。桃伝といえばね、まあ1の方がやっぱ有名だと思うんですよ。まあ1ではね、エンマを倒しに行くという設定なんですけど、こちら桃太郎伝説外伝の方はオムニバス形式になってるんですよね。主人公も変わってボスも変わってみたいな感じになっています。PC エンジン、ゲームボーイでも出てるんですけど、若干違うのかな。この桃伝外伝はPC エンジンでもファミコンでもやった人は少ないと思うんですよね。桃太郎伝説っていうのが爆大的というか爆発的に人気があり、はい、桃太郎伝説ターボ活躍までやった人が僕は多いと思ってるんですよ。何が外伝だったんですか。あの桃太郎伝説1の後のお話とか、サブキャラが主人公になったりとか、はい、っていうのがあるわけですね。ドラクエ4ってオムニバス形式で最後まとまるみたいな感じ。あ、はいはい、それぞれのストーリーがあったみたいな。これも3個だったかな、ストーリーがあって、まあ普通にオムニバスと。全部繋がるわけではないんですけど、うんうん。桃太郎シリーズも結構いろんなね、ハードもそうですけど出てるじゃないですか。そうですね。総じてやっぱりこれはプレミア化をやっぱりしてるグループなんですよ。あー。なんかイメージが どれも売れてそうなイメージでって感じなんですけど。桃太郎伝説の方が集める人が多そうですね、うん。桃太郎電鉄はあまりにも出てるからのかな、桃太郎電鉄はあって。うん、薄い紙でこう広げていくようなマップがあるんですよ。ああ、中にね。はいはいはい。あの辺とかって上がりそうな気もしなくもないんですけど、うん、まあ、すげえ綺麗だったら別ですけど、まあ、もうちょっと時間はあるかなと思ってるんですよね。ファミコンだと、まあ、プチレアぐらいになってます、これ。プチレアぐらい。はい。これ7、8000ぐらいかな、今だと。ああ、でも、さっきの3位のドラえもんよりは、もうすでにちょっと高いんですね。そうですね。で、桃伝1揃えたら外伝あるのかって初めて知る人もいるし、うん、したら揃えたくなるじゃないですか、うん、早めに手を取っとかないとね、もう手の届かないところに行っちゃうんでね、ぜひ押さえていただければと思いますよ。はい、それでは番外編がこちら、ドスンと。バーゼル、この海外初の移植版のロープレイ、なんかかっこいいですよね。これジャケットとしてもかっこいいから、タイトルもかっこいいです。ドラゴンオブフレイム。これまあ内容はね、ロープレ好きやったらやってもいいと思うんですけど、
まあ、極端に面白いかっていうとまたそれは別問題なんですけど、こんだけ出るし、他にも海外もの、例えばドラゴンオブフレイムとかプールオブレイディアンスとか、このあたりももうね、こぞって上がっていくと僕は思うんですよね。海外ものって操作性がちょっとややこしそうとか難しそうなイメージがありますけど、でも結構ベタですよ。あ、ベタな話。移植にあたって改善したのか分かんないですけど、パソコン版がそのまま移植されるとむずいじゃないですか。はいはいはい、多少やりやすくなってると思いますよ、うん、今で言うとどうだろう、全部箱説ついていれば、でもそこでも5000円から1万円ぐらいするのかなっていう、まあこのあたりは全部上がっていくんじゃないかと。バーズデルなんてもう初めて見たっていう人多いでしょ多分。いやそうじゃないですか、ね、やんないですもん普通。普通だってドラクエ、ファイナルファンタジー、うん、あとモモデン、ロープレといえばね、はいはい、こっちってよっぽどの人ですよ、行くとしたら、やってたとすれば。で、ファミコンのロープレといえばほんとドラクエ、ファイナルファンタジーじゃないですか。普通に考えてですよ、やっぱり1、2、3となってて、2、3あたりでよりまあ人気に火がつくんですよ。で、1ってそこまで人気出てないんですよ。だから後々コレクションしようと思うと1がネックになってくるんですよ。で、はい、一つ有益な情報を言おうかと思うんですけど、例えばドラクエ1があるじゃないですか、はい、これまあ並品ですよね、多少傷んで。先日手に入れたドラゴンクエスト、この4950円のわかりますかね、超備品っていうんですか、やばくないですかこの感じ。あのですね、はい、ドラクエってこの辺ランク B ぐらいだったら多分 2,3 千で買えるんですよ。で、綺麗になればちょっとプラスアルファで5000円ぐらいってカウントしたと思うんですよこれ。はいはいはい、はい、実際それは4950円で買われたんですね。だけどもですよ、はい、ここからここまでランクアップすると2000円から5000円じゃないですか。これはね、実質2万円ぐらいじゃないですか普通に計算すると、まあランク B がまあ 2,3 千であれば、ちょい綺麗なら綺麗なものは5000円ぐらいでいいだろうと。なるほどなるほど、まあ、それでも 倍ですからね。そうそうそう、多分ここは分からないショップが多いと思うんですけど、だけどもですよ、本来プロが見ると、うん、プロというかそのコレクター目線、そう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 、うん、こっからここにレベルアップしたらもうこれが 2,3 千としたらこっちはもう2万ぐらいになるんですよ。なるほど、あの2万円でも売れるよってことですね要はね。それ言うていやらしいですよ、ね、2万円で売っててもおかしくないよ。いやいや、で売れてるね、2万円でも僕は買いますよってことだから。どんな地方に行ったとしても、うん、もうネット検索で出てきちゃうから大体の値段分かってるんですよ。そうですね、そうか。でもランク B から A に変わった時にどんぐらい上がるかっていうのは分からないんですよ。うん、なるほど。お店っていうのは、はい、大きく傷んでるか綺麗かぐらいしか判定しない効果が多いんですよ。はい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 、で、綺麗ってのはすげえ綺麗でも綺麗でいいだろうと。ああ、なるほど、なるほど。で、こっちの傷んでるやつから比べて倍ぐらいでいいだろうと思っちゃうところが多いんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。で、倍じゃ効かないっていうことなんですよ。そうか、そうか、そうか。だから、まあ、要はですね、最高級と言われてる A ランクにも、こう、結構、こう、幅があるよってことを言いたいですね。それがまだ浸透してないんですよ。うん、世の中にあんまり。これ今狙い目だと思うんですよね。この話ね、でも本当10万円ぐらいもらいたいです、本当に。はい、それでは第1位。こちらとドスンとエニックスさんのジャストブリードですね。これはもう1991年とかに出たものなんで、スーファミが出てたんで、もう本当に隠れちゃった名作と言われてるんですよね。この絵はあのサザンアイズの先生ですよね。すげえいい条件は揃ってたのに、まあ、もったいなく埋もれちゃったみたいな。この作品をギミックとかバトルフォーミュラぐらい取り上げてるのあんま見たことないですよ。まだ隠れてると言っても過言ではないと思います。これが今どうだろうな、綺麗だとしても多分3000円ぐらいで買えるんですよ。あのちょっと大きい箱じゃないですか、ちょっと独特な形状してますよね。このなんか中の内ケースっていうのはほぼこれにしか合わないじゃないですか、うんうんうん、じゃれこさんも今回あったりするんですけど、中が綺麗なものの取り替えとか効かないんですよ、うんうん、だからこれは早いうちに買っておいた方がいいのと、大きい箱なんで傷みやすかったりもします。まあ今しかないんじゃないでしょうかね。これ多分見たことないっていう人もいるかもしれない、うん、でもこれやっぱ根強い人気があるんで。原作アニメだから漫画かなんかな、それ、これは書き下ろしだったと思うんですけどね。あ、オリジナルで、うん、さあ、これが今回 RPG の1位に輝いたじゃないですか、はい、で今の価格で大体3000ぐらいですか。3000ぐらいですか。相当綺麗なんですよ。見たことないっすね。やっぱ波品が多いんですよ、うん、あっても、うんうんうん、あんま触れてる人も少ないんだけど、うん、でも波品が多い。だからやっぱ綺麗なやつ見たらもうノンストップで買った方がいいですね。ノンストップで、まあ、僕だったら、ね、綺麗なやつを見たとするじゃないですか。まあ8000枚だったらノンストップですかね。おお。1枚はちょっと考えますけど、僕はだってゲームショップに毎日ように通ってて、うん、っていうのがまあ例えば10代からと考えるじゃないですか。30年ぐらい通ってるとするじゃないですか、うん、だとしても1回こっきりしか見たことないものってありますからね結構。あ、そっか、そんだけのキャリアがあるのに。そう、
このジャンルだけでも結構ありますね。そうですね、まあ、確かに人気のジャンルですもんね、うん、RPG ってね。もうマザーとか言あえて言わないでしょ。そうですもんね、まあ、当たり前ですからそんなの。ビッグタイトル多いし。あと何かあったかな。まあね、この続編にしますか。それは続きはあるよみたいな。また有益なね情報言いますよその時も。あの RPG っていうゲームジャンル自体、みちょさんどうなんですか。結構好きで やられる方なんですか。好きなんですけど、うん、やっぱその入り込むまでの時間とか、まあそもそもどうやっても時間かかるとか。そうですね、うん、で、ファミコンで言うとドラクエ4までやって、うん、まあ人生の中でドラクエ4が一番寝ないでやったゲームぐらい好きなんですけど、うんうん、でも、スーファミ以降のロープレは一切やってないですね。あ、一切、うん、ドラクエの6までです、うん、ファイナルファンタジーだと6までか、それも。ちょっと意外ですね、それね。一切って言っていいのかな。一切ではなかった、うん、いやなんか体験とかそういうことあるけどクリアまで通してとかはやってないっていう意味ですね、はいはいはい、それはやっぱりですか。もう忙しくて時間が取れないみたいな。やっぱ早く結論を見たいというか。あ、そう、せっかちの性格が邪魔をしたっすか。アクションだと敵倒して やりましたってことじゃないですか。なるほど。ロープレでやりましたって何十時間もやってようやくじゃないですか。確かに。そう、今思えばあのほら伝説の星を見る人の回あったと思うんですけど、うん、はいはい、あの時も藤田さん私にやらしてましたもんね。これもダメだっつって。そんなこと言いました。飽きてましたよな、あれも。これもいいんじゃないですかっつって。そうでしたっけ。そうですよ。もう延々とあの敵が出まくるからもういいやっつって。ちょっと横浜さんやってくれって言ってやりましたもん。そういう意味ではまああの星を見る人とかもね、押さえといた方がいいですよね。あ、そうそう。あ、そう、最後星を見る人ってどうなんですか今。あれこそレアというか。知る人と知る RPG の、まあ。まあ、ただね、スイッチも出たぐらいなんで。あ、そうか。まあ、でも当時のジャケットはもちろん貴重ですよ。うんうん、今、あれ、2000円ぐらいですか。あ、結構すごいですね。まあ、あれも押さえといた方がいいっすね。まあ、要は全部押さえた方がいいんですよ。でも、押さえる順番的なことを僕は言いたいんで。なるほどね。だ全部多分上がったとしても、どう上がっていくってあると思うんですよ。そうですね。まあ、一番いい分かりやすい例だと、くにおくんのストリートバスケって、はいはいはい、あれもうずっと前から高かったんですよ、うん、逆にあれ上がってないんですよ。あ、ちょっと下がったぐらいなんですよ。高止まりというか、いや、ずんと一番ぐらいになっててちょっと下がってて今6000ぐらいですよ多分、うん、あれぐらいじゃないですか。でもその発売が90年代の後期はもう軒並み高くなっちゃってて、今はもうそこじゃないって言うんですよね、皆さん。むしろ初期の方が。そうそうですね、おっしゃってましたね。80年代のものの方が多分その値上がり率みたいなので言ったら多分高くなるんじゃないかっていうね。そうですね。もともとまあロット数が少ないじゃないですか、うん、後期のやつは、うん、初期は多いけどもその綺麗なやつは少ないみたいな、うん、どっちを行くといえばあの少ない方を多分皆さん言ってたんですよ最初の頃ね。そう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 、多分レア度の方を優先したと思う。確かに。だから今は初期のいっぱい出てるけど綺麗なやつは少ない方に行く手もあると思います。そういうの多分そのコレクションというかその、うん、ね、アートみたいな感じに扱うんだったらそっちの方がいいですよ ね、 そうそうですね。ただね、カセットのみを全部集めようみたいな人ももちろんいるんで。ああ、だからまさに今フライデーやってるやつですね。ああ、ね、そうですね、あれもね、あの効果も多分あるしね。だってあれに感化されてね、集め始めたって人結構。ああ、そうなんですか。じゃあもう追い抜かれないようにしないと。まあそうです。まあ僕はね、僕はファミコンのね、相場を操作してんじゃないかって。実はね。Thank you.